なんか武井壮氏のある疑問が話題になってるみたい。武井壮氏はコロナによる過去最多の死者数の報道を受け、あんだけワクチン打てば大丈夫っていうのに、昨日過去最多の死者数ってどういうことなん？と疑問を投げかけてるんだよ。確かにそう思ってしまう気持ちもわからなくもないよね。ではそんな武井壮氏のツイートとそれに対する反応ツイートを続けてみてみて。武井壮、しかしあんだけワクチン打てば大丈夫っていうのに昨日過去最多の死者数ってどういうことなん？重症化抑えるんじゃないの？8割くらい打ってるのになんで何の抑制効果もないの？どうなってるん？誰か教えてくれんか？マジで何なん？ゆいこ、高知大学佐野茂俊特任教授。スパイクタンパクが局所で免疫を下げているためヘルペスウイルスの再活性化を促している。副作用としてのスパイクタンパクの働きは血栓を作る、局所の炎症を誘発することもある。人間の体にとって良くないものに対するトータルの免疫がおかしくなる可能性がある。ヒズ DI、比較と使い分け、小島優氏。薬剤師です。簡単な回答をつけさせていただきます。ワクチン接種で抑制効果が発揮されているから、このくらいで済んでいる。ワクチンはリスクを軽減してくれるが、それで無敵になるわけではない。100% 死ぬ感染症が10人に広がるより、1% 死ぬ感染症が1万人に広がる方が、死者数は多くなる。武井壮、一般的なワクチンの効能については反論ありませんが、コロナに関してはワクチン打ってなかったら 100% 死ぬ感染症が10人に広まる事態にはなったりすることはないと思いますので、その例えは間違っていると思います。いつも言ってるけれど、ワクチンに関しては様々な思想や考え方がある。だからこそ武井氏のようなコロナによる過去最多の死者数に対し疑問を持つ方も多くいると思う。そしてネットでもそんな様々な思想や考え方を如実に表したかのように次のような声が上がってるんだよ。もういい加減にみんな気づきましょう。メディアに出ている人は声を大にしてほしい。あまりにもおかしいことだらけなんだから。2回打ってもうやめた。完全個人的な思い込みかもしれないが、なんか打ってから体調不良の日が多い気がする。抑えた結果がこのくらい。オミクロン対応のやつはまだ打ってない人多いみたいですね。僕も打ってないのですこぶる元気です。打ってなかったら大惨事だったってこと。周りが9割陽性者が出てもこのコロナが始まって一度も感染してませんけどね。結局のところは免疫力が強いか弱いかなんじゃ。これ気持ちはわからなくないんだけど、感情論すぎる。感染数が多ければ死者数は比例して増えるだろうし、致死率のデータもないし、8割って2回目でしょう。抗体減少も加味しないと。20代です。3回打ちましたが、コロナ感染時熱は40度まで出て味覚も本当になくなりました。本当にワクチン効果があったのか疑問です。打ったから今の数値で済んでいるという見方が正しいかと存じます。打っていなければもっと悪い数値に。案の定、打っていなかったらもっとヤバかった論者が大量に湧いてますね。そういう方々には、今後も被害を最小限に食い止めるべく、接種し続けていただきたいですね。頑張ってください。応援してます。武井さんのような芸能人の方が、このように気がついて疑問を持ってくれたということが、多くの人の気づきにもつながり、日本を変えるきっかけにもなってくれると私は思います。コメントが賛否両論。憶測、知識、データ、体験談、エトセトラ。たくさんの情報に溢れている。ここまで来たら、すべてを加味した上で、己の判断を信じるしかないなと思いますね。早くマスクの必要ない生活に戻れますように。賛否両論様々な意見があるよね。まあこの動画を見てる方も、ワクチンに関しては様々な思想や考え方があると思う。武井氏の指摘するように、今現在死者数がどんどん増えてる状況だからこそ、ワクチンは重症化を抑えるんじゃないの？と疑問を持つ人が出るのも必然だと思う。でも言えることは、ネットの声の中にもあったけれど、己の判断を信じるしかない。それしかないと思う。
今後もワクチンをめぐっては様々な議論が巻き起こると思う。でも人の意見には絶対に流されないこと、個人的にはそれが最も大事なことだと思います。とにかくみんな、今年も今日で終わりだけれど、これからも新型コロナウイルスに感染しないよう十分注意しようね。